さてここからはいよいよアダム by GMO 日本レースクイーン大賞2022大賞受賞者の発表と表彰に移りたいと思います。オフィシャル MC をして参加した全てのレースクイーンから伝わってくる熱意、そしてその思いに共鳴して応援の輪がどんどん大きくなっていく様、とても強く心打たれました。ぜひ皆様これからもレースクイーンが輝ければがずっとずっと続くように、引き続き熱い応援をよろしくお願いいたします。さてファンの皆様が1年間応援し続けた熱い思いの結果が今私の手元にございます。ファイナリスト20名の中から一体どのレースクイーンが2022年の大賞を獲得されるのでしょうか。それでは発表します。アダム by GMO 日本レースクイーン大賞2022、1人目の大賞受賞者はこの方です。小田真美奈さんです。小田さんはスーパーフォーミュラとスーパー GT でリアライズガールズとしてご活躍されました。それではトロフィーの贈呈となります。おめでとうございます。そしてレースクイーン応援マガジンギャルズパラダイスより賞として商品券の贈呈です。おめでとうございます。それでは受賞された感想をお聞きしていきましょう。お願いします。レースクイーン大賞を受賞させていただきました2022リアライズガールズのマミンゴこと小田真美奈です。まずは応援してくれた皆さん本当にありがとうございます。私は去年特別賞をありがたいことに受賞させていただきました。デビュー当時から毎年ファイナリストに残っていながら大賞には届いたことがありませんでした。このトロフィーとこのステージにずっと憧れ続けてきました。今目の前に憧れ続けていた夢のような景色が広がっています。今まで本当に諦めずに頑張り続けてよかったねと過去の自分に伝えてあげたいです。この景色をこれからずっと忘れることはないと思います。でもここまで来れたのは決して私一人の力ではありません。私のファンの皆さんをはじめとするたくさんの方々に協力していただいて今ここに立っています。大親友のおひな、そして大好きなチームのメンバーのみんな、そして友達、そしてそのみんなのファンの方々、そして事務所のマネージャーの皆さん、そしてカホリン、本当に力になってくれた応援してくれた皆さんに心から感謝します。そして何より私は近藤レーシングとリアライズコーポレーション様、そしてチームの皆さんが大好きです。その大好きな近藤レーシングのリアライズガールズとしてレースクイーン大賞を受賞できたことが本当に本当に幸せです。大賞を受賞させていただいたからには今後もモータースポーツ業界を広めていけるお手伝い、そしてレースクイーン業界を盛り上げていけるお手伝いができたら嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。受賞された小田真美奈さんに温かい拍手をお願いいたします。アダム by GMO 日本レースクイーン大賞2022 2人目の大賞受賞者はこの方です。
名取くるみさんです。おめでとうございます。名取さんはスーパー GT で2022パシフィックフェアリーズとしてご活躍されました。それではトロフィーの贈呈に移ります。おめでとうございます。続いてヤルパラ賞の贈呈です。おめでとうございます。それでは名取さん、今のお気持ちお聞かせください。はい、皆さんこんにちは。パシフィックフェアリーズの名取くるみです。まずは私をここまで連れてきてくれた皆さん、本当にありがとうございます。私が何かに挑戦するときは、いつも全力で私を応援して支えてくれる、そんなみんながいてくれたから私は今このステージに立つことができています。私は自分の中で賞レースに参加するのはこれで最後と決めていました。ですので今ここに立つことができて本当に嬉しいです。皆さんは何かと不安げな私に、大丈夫、くるみちゃんならできると勇気づけて元気をくれます。こんなにも温かい人たちに囲まれて、自分の大好きなレースのお仕事に携わることができて、私はなんて幸せ者なんだろうと改めて実感しました。私は常に応援してくださる皆様に支えられています。私一人では不可能な挑戦も、みんなで力を合わせた今こうして可能にすることができました。これからも皆さんの支えを必要とする時がたくさんあると思いますが、どこにいても何があってもこうしてパワーを届けてくださったら嬉しいです。私もその期待に応えられるよう全力で前を向いて進みます。約2ヶ月間たくさんの応援と愛情を注いでくださり本当にありがとうございました。ありがとうございました。名取くるみさんに温かい拍手をお送りいただきたいと思います。アダム by GMO 日本レースクイーン大賞2022、3人目の大賞受賞者はこの方です。藤井マリーさんです。おめでとうございます。藤井さんはスーパー階級ではメガライフガールズとして、スーパー GT ではジェントスイーティーズとしてご活躍されました。それではトロフィーの贈呈となります。おめでとうございます。続いてギャルパラ賞の贈呈です。おめでとうございます。それでは藤井さんにお話聞いていきたいと思いますが、その前に一つ訂正がございます。スーパー耐久ではラキーネレディですよね。大変失礼いたしました。では改めて大賞を受賞されました、今のお気持ちお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ジェントスイーティーズ2022、そして2022ラキーネレディの藤井マリーです。この度アダムバイ GMO 日本レースクイーン大賞2022レースクイーン大賞を受賞することができました。応援してくださった皆様、改めてありがとうございます。実は私は昨年日本レースクイーン大賞に出ているんですけども、それを最初で最後の挑戦と思っていました。ですがこの表彰式の時に、実は今回も司会をしていただいているナビジュンさんが、フリッカー賞は将来有望なレースクイーンに与えられるという言葉を残してくださったんですね。それがすごく胸に残っていて、自分にはもっと努力するところがたくさんある、まだまだファンの人に届けていないものがあるなということをすごく実感して、自分を奮い立たせて今回2度目の挑戦をさせていただきました。昨年は届かなかったこの日本レースクイーン大賞を受賞できて
私はとっても幸せです。スポンサーである株式会社ゼント様、なんとモータースポーツの宣伝に1年で32回も店舗に行かせていただきました。そしてレースクイーンとしては異例のスーパー GT 搬入日へのチームへの取材にも行かせていただきました。そしてオリエンタルバイオ株式会社様では、スーパー耐久では毎戦サーキットでの生配信、特別ステージを設けていただき、ファンの皆様が楽しんでいただける場を作っていただきました。さまざまな活動を通してモータースポーツを盛り上げていきたいという私の気持ちを汲み取ってくださったスポンサー様、2022ラフィーネレディとしてコスチュームグランプリ、そしてこのゼントスイーティーズのコスチュームで日本レースクイーン大賞を獲得し、2つのコスチュームでこの舞台に上がれたこと、とても誇りに思っております。一緒に呼びかけをしてくれたメンバー、支えてくれた家族や仲間、そして毎日私のことを考えて、私のことを信じて、まっすぐ突き進んでくださったファンの皆様のおかげで私はここに立っています。投票期間中のあのファンの皆様の団結力は、私の大好きなチームのただ勝つために頑張っている、努力し続けている、まるで本当にレーシングチームのような団結力でした。素敵なものを見せていただき本当にありがとうございます。そしてこれからは日本レースクイーン大賞を受賞したレースクイーンとして、こんな私を先輩と慕ってくれる可愛い後輩たちと、サーキットを守り続けてくれた偉大な背中を見せてくれた先輩たちの意思を引き継いで、これからも立派なトップレースクイーンとしてサーキットで活動していきたいと思います。そして最後に、レースクイーンはサーキットの花と例えられることがございますが、花は愛情がないと咲きません。なのでこれからもレースクイーンにたくさんの愛情を注いでサーキットを盛り上げていきましょう。本当に応援ありがとうございました。ありがとうございました。藤井マリーさんに温かい拍手をお送りください。アダムバイ GMO 日本レースクイーン大賞2022、4人目の大賞受賞者はこの方です。増田アンナさんです。おめでとうございます。増田さんはスーパー GT で2022パシフィックフェアリーズとしてご活躍されました。それではトロフィーの贈呈に移ります。おめでとうございます。続いてヤルパラ賞の贈呈です。おめでとうございます。では増田さんにお気持ち聞いていきましょう。お願いします。はい、パシフィックフェアリーズの増田アンナです。いや本当にすごい緊張しすぎて、思ってることを今全部伝えられるかなんですけど、私は5年前にも一度このパシフィックフェアリーズでレースクイーンをやってました。その時はレースクイーン大賞にエントリーすることすらできずに悔しいなっていう思いがずっと残っていたので、今回レースクイーン大賞にこうやってエントリーすることができて、この5年前に見たかった景色を見ることができて、本当に本当にすごく感動しています。エントリー中はすごい毎日不安だったりとか、もう心配だったりとか、毎日大丈夫かな大丈夫かなって弱音になってしまうこともあったりとか、あと悔しい思いもすごいいっぱいあって、このまま大賞取れないんじゃないかってちょっと落ち込んじゃう時とかもあったんですけど、毎朝起きるとファンの方が投票したよだったりとか、アンナちゃんだったら絶対にいけるからっていう応援メッセージをたくさんくれてて、それを見るたびにこのままくじけて終わっちゃうと、ファンのみんな、こうやって応援してもらってるファンのみんなに申し訳ないな
もっと自分自身やる気を出して頑張ろうっていう気持ちにさせてもらいました。なので本当にここまで応援してくれたファンのみんなにはめちゃくちゃもう言葉に表せれないぐらい感謝しています。このレースクイーン大賞本当に本当に取れて、ファンの皆様、あと応援してくれた友達だったり関係者の皆様に本当に恩返しすることができたんじゃないかなと思います。本当に最後まで応援してくださりありがとうございました。ありがとうございました。増田杏奈さんに温かい拍手をお送りください。おめでとうございます。アダムバイ GMO 日本レースクイーン大賞2022、5人目の大賞受賞者はこの方です。宮瀬七海さんです。おめでとうございます。宮瀬さんはスーパー耐久イメージガール SDGs アンバサダーのスウィッシュとして、そしてスーパーフォーミュラスーパー GT ではモービルワンレーシングサポーターズ2022としてご活躍されました。それではトロフィーの贈呈に移ります。おめでとうございます。続いてギャルパラ賞の贈呈です。おめでとうございます。それでは宮瀬さん、今のお気持ちお願いします。いつも応援ありがとうございます。モービルワンレーシングサポーターズ2022、そしてスーパー耐久シリーズイメージガール SDGs アンバサダースイッシュリーダー宮瀬七海です。このオートサロンのステージでレースクイーン大賞のこのトロフィーを持ってこうやって今スピーチができていることを本当に嬉しく思います。念願だったレースクイーン大賞を私に取らせてくださったファンの皆さん、本当にありがとうございます。私は絶対に今年じゃないとダメっていう風に自分の中で思うくらい2022年のシーズンが本当に幸せでした。まずスーパー GT ではモービルワンレーシングサポーターズとして応援させていただいたカルソニックチームインパルがシリーズチャンピオンを獲得しました。なんと27年ぶりの快挙にレースクイーンとして立ち会うことができたこと、本当に嬉しかったです。レースが好きでレースクイーンになった私はチームが一戦一戦勝利に向かって駆け抜けていく姿を間近で見ることができて本当に嬉しかったし、3年間応援したチームがシリーズチャンピオンになる姿も見ることができて本当に幸せなシーズンでした。またスーパー耐久シリーズではイメージガールが変わる年だったんですけれども、リーダーという大役を任せていただいてイメージガールが変わって最初皆様に受け入れてもらえるか不安な気持ちだったんですけれども、モータースポーツのファンの皆様はサーキットに行ったら温かく迎え入れてくださって本当に嬉しかったです。また水手として歌って踊る活動がしたく、初めてクラウドファンディングに挑戦した時も目標を超えるたくさんの方に温かいご支援をいただき達成することができて、こんなに嬉しいことはないし感謝の気持ちでいっぱいで本当に本当に幸せでいっぱいすぎる2022年シーズンでした。私にとって特別な年にレースクイーン大賞を取るという夢を叶えてくださって本当にありがとうございます。私のレースクイーン人生においてファ
ンの皆さんはかけがえのない存在です。私がレースクイーンやっている時というか やるにおいていつも大事にしていたのは夢とか目標とか目指すところを持つようにしていました。私はコツコツ努力することしかできないタイプでここまで来るのにすごく時間がかかってしまいました。はい、目標に向かって駆け抜けてきたけど何度も立ち止まったり何回も転んだりしました。だけどその度に手を差し伸べてくれたのはファンの皆さんでした。ファンの皆様がここまで連れてきてくれたし家族や友達事務所 e スマイルの皆さんだったりモービルワン水手はじめ私に関わってくださった全ての方が背中を押してくれて育ててくれて今の私がいます。今シーズンは水手のリーダーだったり私には大きすぎる看板を背負っていたので今シーズンは特につまずいたり転んだりすることが多かったと思います。だけど今年はその分たくさんの方が手を差し伸べてくれるようになって本当にこんなにありがたいことはありません。この感謝の気持ちを胸に2023年は恩返しがしていけるようなそんなレースクイーンになりたいです。夢を叶えてくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんの名前に温かい拍手をお送りください。ファン投票で勝ち残り大賞を受賞された5名のトップレースクイーンがここに揃いました。グランプリの発表に先立ちましてこの5名の中から2つの特別賞を発表させていただく。社で唯一毎日モータースポーツ名を設け F1 からスーパー GT、 スーパーフォーミュラなど国内国外の主要レースはもとよりコアなレースまで報道。モータースポーツの当中として多くの皆様にご愛顧いただいております。もちろんサーキットの女神レースクイーンの皆様も全力で応援。この賞の受賞者には今年1年間当中モータースポーツ大使としての規模が決定いたします。そして今回も当中の紙面で日本レースクイーン大賞の記事を掲載していただき本コンテストを盛り上げていただきました。誠にありがとうございます。そんな東京中日スポーツ様のプレゼンターとしてご登壇いただくのはモータースポーツ界で活躍されるこの方です。下田沙也加選手です。世界最高峰のドリフト競技 T1 グランプリに参戦し今年初となるベスト8まで進出。現在 T1 を戦う唯一の女性ドライバーです。各メディアにも数多く登場されドリフトの魅力を世界に発信するドリフトエンターテイナーとしても注目されています。下田選手は昨年当中モタスポアンバサダーにも就任されました。それではどうぞ下田さんお越しください。そしてプレゼンターは中日新聞東京本社広報局スポーツ部長の宗像敦史様です。拍手でお迎えください。それでは宗像様よろしくお願いいたします。それでは発表いたします。アダムバイ GMO 日本レースクイーン大賞2022東京中日スポーツ賞に輝いたのは宮瀬七海さんです。おめでとうございます。それでは宮瀬さんどうぞステージ中央にお越しください。では続いてトロフィーの贈呈とさせていただきます。島田さんよろしくお願いします。おめでとうございます。
下田様、そして宗像様、ありがとうございました。拍手でお送りください。さあ、それでは受賞されました宮瀬さん、道中モータースポーツ大使としての活動が控えております。はい、お気持ちいかがでしょうか。はい、レースが好きでレースクイーンになった私はこの賞がいただけて本当に嬉しいです。先ほどのスピーチでもお伝えしたんですけれども、大好きなカルソニックチームインパルが27年ぶりのシリーズチャンピオンを取ったり、スーパー耐久シリーズでも、SDGs アンバサダー推薦としてイメージガールをさせていただいてましたので、とっても名誉で嬉しい賞です。私なりにモータースポーツの楽しさ、私がこんなにハマっているので、皆さんにもっと多く伝えていけるような、そんなレースクイーンになれるように頑張ります。本当にありがとうございます。宮井さんにぴったりな賞と言ってもいいと思います。東京中日スポーツ賞を受賞されました宮井さんに大きな拍手をお送りください。続いての特別賞は株式会社テレビ東京様よりテレビ東京賞が贈られます。この賞は今後テレビ東京をはじめとしてテレビの世界でもますますのご活躍を期待したい方にお送りいたします。受賞されたレースクイーンの方には今年の2月以降にテレビ東京の番組にご出演いただく予定でございます。プレゼンターはテレビ東京イベント事業部としみつ豊様です。よろしくお願いいたします。皆様拍手でお迎えください。それでは発表いたします。アダムバイ GMO 日本レースクイーン大賞2022テレビ東京賞に輝いたのは増田アンナさんです。おめでとうございます。それでは増田さん、どうぞ中央にお越しいただきまして、トロフィーの贈呈に移らせていただきます。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。としみつ様、ありがとうございました。それでは受賞されました増田さん、テレビ東京賞受賞です。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。今回このテレビ東京賞をいただけて本当に光栄です。またこれからどんどんモータースポーツの魅力を伝えていけたらいいなと思うのと、幅広いお仕事をどんどんしていきたいなと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございました。テレビ業界での活躍も期待しております。増田アンナさんに毎日の大きな拍手お送りください。皆様お待たせいたしました。アダムバイ GMO 日本レースクイーン大賞2022、1年間のレースクイーンファン投票の総決算グランプリの発表です。400名を超えるレースクイーンの中からファン投票で2022年の頂点を獲得されたグランプリクイーンを発表してくださるのは、昨年度2021年のグランプリ受賞者川瀬萌恵さんです。皆様拍手でお迎えください。川瀬さん、ようこそお越しくださいました。はい、いつも応援ありがとうございます。2021日本レースクイーン大賞新人部門、そして大賞ダブルグランプリの川瀬萌恵です。そうです、川瀬さんといえばこの日本レースクイーン大賞に新たな、ね、歴史を1ページを刻んでいただいたね、すごい方ですから。はい、その後いかがでしたか。周りからの反響はやっぱりものすごいものでした。すごくメディアに取り上げていただいて、たくさんネットニュースにもしていただいたので、その私なりに
このレースクイーン業界に貢献できたり発信できたりしていけたんじゃないかなっていうふうに思います。いや、もうその通りですぜひね、これからもさらにね、はい、レースクイーン業界、モータースポーツ業界広めてっていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。頑張ります。ではここからは大役に移っていただきましょう。はい、それではいよいよグランプリの発表に移りたいと思います。大賞受賞者の皆様、どうぞステージの中央までご移動いただけますか。お願いします。これまでに多くのトップレースクイーンたちが多くのファンに支えられ、この東京オートサロンのステージに立つことを目標に頑張ってこられました。そしてここにいる5名は見事大賞を受賞し、この場に立つ夢を叶えられました。あともう一つ夢が叶えば、レースクイーンナンバーワンの栄冠を授かることができます。それではファンの熱い思いが詰まったグランプリの発表を移りたいと思います。川瀬さん、発表をお願いいたします。はい、では私から発表します。アダムバイ GMO 日本レースクイーン大賞2022栄えあるグランプリに輝いたのは、名取くるみさんです。株式会社様より副賞として商品券10万円の贈呈となります。プレゼンターは GMO アダム株式会社マーケティング本部長代理池田貴博様です。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。川瀬さん、池田様、ありがとうございました。さあ、それでは名取さんの今手元にグランプリのトロフィーが輝いております。名取さん、楽しそうですか。お願いします。はい、日本レースクイーン大賞2022グランプリという栄えある賞を受賞することができてとても光栄です。ここまで一緒に突き進んでくれたファンの皆さん、そしてパシフィックフェアリーズ会長のジェノさん、スポンサーの皆様、そしてスタッフの方々、本当にありがとうございます。私は幼い頃モータースポーツが大好きな父の影響でこのレースクイーンという業界を知りました。そして父に初めて連れてきていただいた筑波サーキットでは、花のある綺麗なお姉さんがサーキットを堂々と歩いていく姿を見て、なんてかっこいいんだろうと憧れの眼差しで見てみました。そんな私が大学を卒業して一番最初にいただいたお仕事が筑波サーキットでのレースクイーンでした。幼い頃から憧れであったレースクイーンというお仕事に就くことができて本当に夢のように嬉しかったです。そして壮行会やイベントを運営するチームのデリーとして約1年ほど活動していく上で、本格的にスーパー GT という大きなカテゴリーのレースクイーンに挑戦してみたいと思うようになりました。そして今こうしてスーパー GT のレースクイーンとして活動することができ、栄えある賞まで受賞することができました。このことは私の人生においてかけがえのない宝物になり、それ以上にここまで一緒に歩んできた
ファンの皆さんとの時間と思い出が最大のプレゼントになります。このグランプリ受賞に賛否両論あるのは当然だと思いますし、それは一つの貴重な意見だと思ってしっかりと受け止めていきます。そしてこの大きな喜びが他の誰かの痛みの上にあってのものだということも忘れず、皆さんが投票してくれた一票一票を胸に刻んで、これからも素晴らしいレースクイーンの方々の背中を追い越す勢いで自身の活動に精進してまいりたいと思います。なのでこれからも温かく見守ってくださったら嬉しいです。皆さん本当にありがとうございました。アダムバイ GMO 日本レースクイーン大賞2022グランプリを受賞されました名取くるみさんに今一度大きな拍手をお送りください。それでは大賞を受賞された皆様もステージの前の方にお進みください。どうぞ皆さん前の方にね移動いただいて、レースクイーンのみんなの熱い思いしっかりと胸に届いたでしょうか。以上でアダムバイ GMO 日本レースクイーン大賞2022の表彰式は終了となります。長い時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。最後に大賞を受賞されました5名のレースクイーンの皆さんに今一度大きな拍手をお送りいただければと思います。おめでとうございます。そしてこの5名にはこれからモータースポーツ業界、さらにはレースクイーン業界を盛り上げていただければと思います。本日司会進行を務めさせていただきました私渡辺淳子でございます。皆様最後までありがとうございました。